こんばんは、よふかしです。こんばんは。こんばんは。こんばんは。まあ、この度なんとちょっと YouTube チャンネルを作りました。このチャンネルは、まあ、所属メンバーが世代を超えていろんなゲームをして遊んでいくチャンネルです。面白い動画を作っていきたいと思いますので、皆さんどうぞ応援よろしくお願いします。どんな動画を撮っていくかなんですけど、まあ、このマインクラフトっていうゲームを中心に、まあ、パーティーゲームとかシューティングゲームとか、あとまあホラーゲームとか。まあでもあれだよね、ホラゲーは メンズ担当ですよね。いやいやいや、何言ってんですか。あれ面白い俺らがやってるホラゲーね。えやっぱね、女の子が可愛がってるのが一番面白いよ多分。まあまあまあ、いろいろね、いろんなことをやってみたいなと思います。はい、とりあえず、簡単にそれぞれの自己紹介をしていきたいと思います。誰から行く。いや、まあ遅れた人からでいいんじゃない。まあそうだ。あ到着の。クリです。高校2年生で生物部です。あとはなんだ、フルートとピアノもかなっていきます。音楽やります。ファンですね。ファンですね。ちょっと待って、お前なんで。これ初めて見たんだけど。結構レアじゃない。これレアじゃない。あれじゃない。高いんだからでしょ。いや、持ってるね。待って、ごめん、ゴリラ殴っちゃった。はい。はい。あ、そんな感じです。友達はいます。友達はいます。大事なことなんでね。彼女はいますか？彼女はいません。今までにいたことは。いたことはあります。腹が立つので次の人お願いします。みんないるだろう。次の人はあなたよ。あなたですね。私は。はい、どうぞ。はい。どうも、こんにちは。サクです。本日は1時間遅刻しました。え、でも言い訳していい？言い訳していい？言い訳していい？ダメ。遅れすぎやな。ダメ。ダメ。ダメ。なんか。はい、ほら、押してんだから。押してんだ。ごめんなさい。やばいが来たな。まあ、平たい話、ちょっと就活に失敗しまして、現在ちょっと やばい感じです。はい、はい、仕事が見つかったらみんなに焼肉をおごりたいなと思っていますので、現地取ってこの辺。はい、現地取った。ジョジョ園とかじゃなくて牛角だからな、その代わり。なので私の将来の夢は就職してみんなに牛角をおごることです。ちなみについ最近3年ちょっと付き合った彼氏に愛を感じないと言われて振られました。いい雨です。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。自己紹介お願いします。メイです。メイちゃん。メイです。バイ。え、他に何か言うことは。はいです。はい。じゃあ、女の子から、可愛い女の子から質問なんですけど、はい、彼女じゃないわ、合ってるか。彼女いますか。いません。今まで彼女がいたことは。あります。うんだな、これが。帰れ。帰れ。帰れ。じゃあお次の人で。次俺かな。そうだね、ゴリ。ゴリラね。好きな食べ物は何ですか。バナナです。いや、名前聞けよ。あ、ゴリラです。野生の。年齢は。年齢はゴリラ。ゴリラ年齢でお願い。俺ら年齢と350歳ぐらいです。握力が片方を70ぐらいあります。ゴリラじゃん。ゴリラ10番じゃん。俺の元は7かよ。体力だけには自信があります。彼氏はいますか。彼氏はメス、あ、オスゴリラと付き合ったことはありますね。はい。どっちだこれ。ちなみにメスゴリラは。メスゴリラは、メスゴリラってバトンにしか聞こえないな。メスゴリラは一回も付き合ったことないかな。
あ、オッケー、合格合格。いいからね。はい、OK。ブルです。ブルです。主張が強い。15歳、中学3年生、やってます。はい、若すぎる。あと半年だけのジューシーブランドも精一杯利用していきたいと思いますのでよろしくお願いします。どう利用するんだ。いやちょっと女の子にはねさっきの質問できないのでここはジューシーということで好きな科目は何ですか。イングリッシュ B が好きです。イングリッシュ B B ちょっと待ってあの、ね、年を取りすぎてもイングリッシュ B が何かわからないよ。俺もわからない。英語とは違うんですか。B って何するんですか。文法です。文法、英語の文法。文法がお好き。じゃあもうなんかルールはやっぱちゃんと守るべきものだと思いますか。いや守れないです。まあまあぜひその自由奔放な JC 加減僕たち楽しみだね。楽しみだね。いやブルーは常識でなんでこのとこよろしくお願いします。お願いします。はい次こんばんは、時計です。よろしくお願いします。モチーフは時計です。そうなの、知らなかった、知らなかった。あのダリっていうね画家の時計です。あのヒゲの知ってるんだ。みんなちゃんと学があるから。はい、あの動画編集してます。年齢は31歳です。おっさんだ。おっさんやめろ。おっさんじゃない、お前もだろ。あ、まだわからない、まだわからない。はい、海外在住なので、まあ、ピンがあんまり一人だけよろしくないかもしれませんが優しい目で見てください。よろしくお願いします。イエーイ。いやおじさんなんでね、もう彼女とかいうレベルじゃないですよね。ズバリご結婚はされてるんでしょうか。自己紹介お願いしていいですか。今のどうも、ニワです。池袋のクロです。お願いします。池袋じゃん。池袋だよ。池袋だよ。待ち合わせ場所だよ。東京に住んでない人わかんないから池袋。マジで。ね、八甲しかわからない。マジで。八甲しかわかんない。マジで。ちなみに東京住んでてもわかんない。え？ジェネレーションギャップ？あ、おじさん。あ、説はある。まさか。説はあるね。まさか。え、ちなみにおじさんですか？いやいや、違います。じゃあおじさんじゃなかったらね結婚のこと聞けんから、ズバリ彼女はいらっしゃいますでしょうか。全員いねえじゃん。まあ、ちなみにねなんか年齢順こんな感じらしいな。あーで高校あのそのフクロウの間に割りたちちょっと大きめの隔たりがあると。高校だね。おじさんをはぶるな。そんなこんな愉快な仲間たちが集まって幸せに暮らしていきたいですね。そうだね、いろいろと遊びましょう。以上夜更かしでした。チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。